to North Midlands! はい、ノースブリッジの北里洋平です。今日僕はですね、マレーシアからの今フィリピンに来ています。そして何よりも YouTube に動画を上げるのをですねずっと忘れてました。理由があってポーカーにハマってしまってですね、週 3,4 ぐらいでポーカーをやってですね、動画は動画でめっちゃ取りだめているんですけど、で編集もしていて上げるのを忘れていたっていうですね、せっかく YouTube を立ち上げたのに YouTube をやる人間としてはやっちゃいけないことをですね、どんぐらいだ、半年ぐらいかな、ずっと上げてなかったんですけど、今後ですね、ここからこれを機にまた、動画を配信していきたいと思うんですけど、もうガクトさんのインタビューでも40個以上溜まってて、久保塚さんとかその他にもですね、いろんな目白押しの人たちの動画があるんですけども、それを5月からまた、配信していこうと思うので、ぜひご覧になっていただければと。めっちゃ面白いインタビューいっぱいあるんで見てみてください。でですね、実はそのポーカーにハマりにハマってた僕がですね、今回なんでフィリピンにいるかというと、APTというですね、アジアのポーカー大会がありまして、それに昨日初めて海外のポーカー大会に参加したんですけど、なんと本日デイワンを無事通過してですね、いきなりもうファイナルテーブルということ で、これはなんかテレビだか YouTube だかでもライブ中継みたいなのされるみたいで、残り何人ぐらいなの、7、8人ぐらい残って、だから僕あんまチップ残ってないんで早々に勝負をかけないといけないんですけど、これからですね、もうあとやばい遅刻だ、30分、あれ間に合わなくね、これから急いで会場に向かいたいと思います。じゃあこの辺で行ってきます。やばい、車呼ばないと。2022、なんとハイローラーで明日ファイナルテーブルに残りました。ここでやるみたいです。速攻ボールにしてやろうと思って、ショートなんです。あれもらえんだ、なんか欲しいね。何あれ、はい、そんな早く食うなと勝ちたいなら勝てるだけの
駒を揃えろと、情報も勉強も何もかもやったかと。気持ちいい気持ちいいまず原付の盗み方とか、はいはいはい、教えてもらって、トントンと起こされて、はい、で警察が3人ぐらいパッと、一言で言ったら時刻なんですけど、Don't forget to always welcome the wild side.